して。お留守番くらい任せてください。お姉ちゃん、私部屋で休んでくる。すごく疲れた。ちょっと大丈夫なの？熱ないわよね。ダメよ。あなたの場合無理してても言わないから。まあ心配しすぎ。それに無理してても言わないのはお姉ちゃん譲りだから。こら、人のせいにしないの。まあいいわ、今日はゆっくり休みなさい。無茶するから目が離せないわ。ユニがそんなに大切ですか？え？おい、大切に決まってるじゃない。私の妹だもの。そうですか。そうだ、ノワールさん、お食事ができて。やっぱりユニが気になるわね。ちょっと様子見てくるから、ケイシャは先に休んでていいわよ。ちょっとケイシャ、もう何寝てるのよ。あれ、私の部屋。やっと起きたわ。何うとうとしてるのよケイシャ。寝落ちしてたのよ。ほんと子供じゃないんだからしっかりしてよね。食事中、そうだったかな。あれ、私とノワールさんだけ？ユニはどこにいるの？ユニ？誰それ？ケイシャのクラスメート？
だけよ。それに私はユニーなんて人は知らないわよ。ああ、そうでしたね。ここには私とノワールさんだけ。二人きり、二人だけですよね。何当たり前のこと言ってるのよ。ほらほら、早く食事済ませないと。今日は二人で買い物に行く約束でしょ。見ているようだね。現実と夢、その差が大きければ大きいほど、目覚めた時の絶望は大きくなる種はまいた。ケイシャ、君はその種でどんな花を咲かせてくれるんだい？殺してもいいけど、やっぱり
ノワールさんの目の前で正々堂々決めた方がいいと思うんです。その方があなたも諦めがついて死ねるってものでしょ。確かめに行きましょう。黄金の頂に。